変身。キャストオフ。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、コンプリートセレクションモディフィケーション第9弾、ガタックゼクターです。はい、仮面ライダーカブトのもう一人の主人公の鏡新が変身する仮面ライダーガタックの変身ベルトがコンセレシリーズで発売されました。アクセルドライバーとかディエンドライバーに続いて、割と2号ライダー系も順調にコンセレ化されてますね。パッケージをぐるっと見回すとこのような感じで、いつも通りシンプルながらも非常に高級感があって、サイドの青い部分もよく見ると装着時の六角柄になってますね。カブトゼクターの外箱と並べるところで画像の雰囲気が合わせてありますから、箱を並べるだけで超かっこいいですね。ではレビューしていきます。蓋を開けるとカブと同様に小窓のついた内箱になってて、ガタックゼクターの位置に合わせてガタックの腰回りの画像がついてますね。はい、中身はこうなってて、ベルト本体とガタックゼクター本体、サイドバックルが2つとベルト止めです。基本的なパーツ構成は前回のカブトゼクターと同じですね。まずサイドバックルは片側にクロックアップギミックがあって、正面にスピーカーで、カバー全体が押せますから、ポンと押すとクロックアップで、もう一回押すとクロックオーバー、押すごとに音声が鳴ります。塗装もメタリックシルバーが非常に綺麗ですね。で、裏側にはマジックテープがついてて、これでベルトに装着するような感じです。もう一方のサイドバックルは同じように綺麗な塗装で、後ろにマジックテープがついてます。そしてベルト止めはガタック用にクワガタの絵が描いてあって、ぐるっと見回すとこのような感じ。これも細かいところまで墨入れが入ってて、ほんと質感高いですよね。で、後ろにマジックテープがありますから、これも同じようにベルトに装着することができます。ちなみに今回クロックアップサウンドが少し長くなってるそうですから、長さの違いも確認してみましょう。同時に押します。はい、今ストップウォッチで測ったところ、カブトゼクターは約10秒で、ガタックゼクターは約15秒、サウンドが5秒間伸びましたね。ちなみにサウンドの声は全体的にカブトゼクターに比べてガタックゼクターは若干声が高めですから、そこも聞き比べてみると、結構違いますね。ついでにベルト止めも比較するとこんな感じ。そしてライダーベルト本体、ぐるっと見回すとこのような感じ。これも前回同様にベルト部分が蛇腹状になってて、力柱の造形そのままですし、アジャスターとアタッチメントがついてますから、簡単にウエスト調整することができます。ちなみに公式ページを見ると、ウエストは73センチから100センチまで対応可能。さすが大人向けですね。そして内側までしっかりと造形が入ってて、肉抜きとか塗装省きが一切ありませんし、正面の機械的な造形部分もコンセレ用に色が全て見直されてて、墨入れなんかも非常に細かいですね。カブトゼクターと比べると、シルバー系からガンメタになって、グリーンがレッドになりましたね。ボタンもモチーフカラーに合わせて、今回はブルーです。パーツの取り付け方法も変わってませんから、マジックテープをペリッと剥がして、後ろからカチャッとパーツを隠すように取り付けつつ、右側にクロックアップ用のサイドバックルを取り付けて、反対側にノーマルバージョンのサイドバックルをマジックテープで取り付け。これでベルト本体は完成です。そしてガタックゼクター本体、ぐるっ
と見回すとこのような感じ。正面、上側、下側、そして後ろ。おお、すごすぎ。今回も本部分が全てダイジェストですから、とにかく重量感がすごくって、カブトゼクター以上に重みを感じますね。そしてボディカラー自体も全てが見直されてて、メタリックブルーのベースカラーとかゴールド部分までものすごく輝いてますね。近づいて細かく見るとこのようになっております。モールドなんかもすごく正確に入ってて、ゼクターホーン部分の金属的な輝きは特にすごいですね。裏側もメカニカルな造形が入ってます。可動箇所はゼクターホーンのみで、ガチャッと動かすと連動して両方が展開します。こんな感じですね。カチカチっとクリック音も鳴りますね。ごそっとここがダイキャストですから、相当重みもあります。すごい。あまりに重量感があって、指を挟んだりすると、これ怪我しますね。それくらいの重厚な感じ。可動音を聞いてみると、小気味よくカチカチなりますね。ゼクターホーンを展開状態にして、ぐるっと見回すと、このような感じになっております。ゼクターホーンの角度は微妙なところでロックすることもできますので、少し開ければ浮遊ポーズを再現することもできます。カブトゼクターと比べるとこれくらいで、本体のボリュームはガタックゼクターの方が上ですね。持った感じはこっちの方が重いですけど、実際はカブトゼクターが 243g に対してガタックゼクターが、おお、重い334g、 100g も重いですね。ちなみにビッグキングソードなしの123の10王キューブが 369g ですから、重さ的には近いですね。ではガタックゼクター本体の単体の音声も確認しましょう。電源オン。はい、ここに発光 LED があって、裏側にスピーカー、この部分がボタンですから、押すごとに4種類の音声が順番に流れます。1音目、2音目、3音目、4音目。はい、ガタックゼクターの鳴き声とか羽ばたき音が鳴りますね。もう一回。上から見ると、さらにゼクターホーンを展開するとミステイクのサウンドが鳴ります。これが単体音声です。では仮面ライダーガタックに変身。キャストオフ。はい、仮面ライダーガタックのライダーフォームに変身しました。ゼクターホーンと机が引っかかりますから、なんとか編集でそれっぽくしましたけど、サウンドはまんまテレビ通りですし、変形の感触とかもすごくいいですね。ぐるっと見回すと、このようになってて、斜め前から見てみるとこんな感じで、ベルトのベースに綺麗にはまってますね。逆サイドから見るとこんな感じ。ゼクターホーンを前に倒すとアーマーパージ前のマスクドフォーム状態です。ではもう一度キャストオフして、ライダーフォームの状態からゼクターホーンを戻すとプットオン。展開するとキャストオフ。そして横のサイドバックルを押すとクロックアップ。
押すごとに音声が鳴ります。1回押すと15秒、そしてライダーフォーム状態で正面のボタンを3回押してゼクターホーンを閉じて展開すればライダーキック。いきます。ライダーキック。これもカブトゼクターと違って少し高めの声でライダーキック。もう一回ライダーキック。ちなみにマスクドフォーム状態でライダーキックのボタンを押すと発光して効果音が鳴ります。音声は1種類。これが一通りのギミックで、最後はロック解除ボタンを押しながらガタックゼクターを外すと変身解除です。では一通りのギミックをもう一度確認。音声が4種類。変身。キャストオフ。プットオン。もう一度キャストオフして、クロックアップ。ライダーキック。変身解除。はい、ということでプレ版限定コンプリートセレクションモディフィケーションガタックゼクターを紹介しました。基本的な作りはカブトゼクターと一緒で、デラックス版をベースに価格ギリギリまでクオリティアップがしてあって、本当に CSM のコンセプト通り大人の鑑賞に耐えうる素晴らしい変身ベルトでした。ただ最近の仮面ライダーと違ってコレクションアイテムを使っていろんな音声が鳴るってわけではありませんから、ギミックはシンプルめですね。とは言ってもガタックゼクター本体がこんなにかっこよかったら何も不満点はないですね。今回のコンセレ変身ベルトも非常に満足しました。以上、プレ版限定コンプリートセレクションモディフィケーションガタックゼクターの紹介でした。